つだね。ねえ、どうしたのよ。お姉さんに話してごらん。その家族とかさ、うん、毎日勉強しろってうるさいのよね。ほんと手ごわいの、あのドルアガ親父ってば。そういえばさ、今日の課題さ、ドルアガの塔とか言うのなんだよね。やだよ。でもさ、ドルアガの塔が実際に体験できるところって知ってる？だからさ、そこでドルアーガーの攻略法をバッチリ身につけようよ。それならそれ行こう。行こうね。ねえ、なんで電車使わないのよ。そんなの電車賃にかけるくらいなゲーム台に回した方がいいに決まってんじゃん。このドケチ。時は20世紀末、文明の乱熟期にとある特別教育機関が設立された。裏若き少女たちだけを集め、来るべき新世代を切り開く知性と肉体の育成を目的としたその学園は、人々に畏敬の念を持ってこう呼ばれた。セイント PC ハイスクール。この番組は NEC ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 PC エンジンデュオ CD ロムがゲームの世界を変えた。スーパー CD ロムソフトのベストセラー、天外魔境2。デュオだからできるスーパーエンターテインメント。映画よりも小説よりもその感動は深く大きい。スーパー CD ロムゲームマシン PC エンジンデュオ。 CD ロムは NEC。 テレビ見てるみんな、どうもこんにちは。私が噂の武井照子です。それでは、いつものメンバーです。クレア、はい。2人はどうなんでしょう。2人は朝起きたらいなかったの。朝起きたらいて、またサボりか。ほな、よしだ、今日は一人。二人はようサボる。まあここにいてもってもやかましからな。まあうるさいだけで、まあ静かでええわ。そして桃子、お願いします。朝山です。そして、お、肩の久しぶりですね。なんか転校していったんちゃうの。留学してたんです。あ、留学してた。いろんなとこ行くわけですね。転校して、あ、なんかお父さんのお仕事の都合で。お父さんなんか羊飼いかなんかやってんの。そうですね。あ、お父さんのことこれからジプシーと呼ばせてもらいましょう。はい、そして菊池。まあ、菊池はもう慣れましたか、番組に。大丈夫です。さあ、今日のゲームをやるわけですが、今日はね、リバイバルを題材にいろんなゲームをやっていきたいんですけど、朝山、リバイバルって知ってた？パキュン、死んだ。それサバイバル。おお、ええー、ツッコミや。いけるいける、焦点出れるよ。リバイバルといえば、昔流行ったものがまた新たに流行ってくるというのがありますよね。そういうので、例えばこういうのがあるんです。ちょっと見てもらいましょう。こういうのもあるんです。イランハガキみたいな。こういう自然に来るわけですね。これはサンダーバードってみんな知ってますか。僕がちっちゃい子だからサンダーバードって、なんか動きがこんなやつこのプラモデルはね、僕ら思いっきり作りましたけどね。そんでこれがブーツカットジーンズって言うんですよ。これ流行ってますよね。今渋谷とか行ってみんなそうでしょ、ね、意外とね、こういうのが流行ってるんですよ。そしてまあ山本リンダね、あの噂を信じちゃいけないよとかうーららうーららって、またこれが山本リンダさんが流行ってきましたね。他にリバイバルといえばどういうのが流行ってきますか。あれですよ、うん、
誰もいない海だ。あれは誰の17歳森高千里さん、昔誰が歌ってたか知ってる？朝は南沙織さんが歌ってたんですけど、まあリバイバルといえばゲームの中でもそういう風なリバイバルになってるゲームがあるんです。ということで今日はなんと、まあテレビ見てる皆さんはおなじみと思いますが、特別講師の渡辺先生です。皆さん拍手。もう渡辺先生はもうね、この番組にはまあ僕になってから初めて出ていただいたんです。そうですね、あの3年ぐらいだったんです。そうなんですよ、降ろされましたです。久しぶりに。そんでまあリバイバルのゲームなんですけど、スペースインベーダーってみんな知ってる？あれは1978年ですよね。僕らが小学校、そういや中学1年ぐらいだと思うんですけど、年小学6年、僕が中3か高1かそれぐらいだったんですね。渡辺さんとかいくつなんですか？僕は29歳です。29歳、若く見えますよね。ねえ、こういうとこ行ってね、こうやって、いや、どこ行くねん、若返って。何を言うの？何を急に。あ、若いエキソンズ。ちょっと怖い。俺今いきなり何をするんだ。明日から渡辺さんの事務所遊びに行くんやめよっと。怖い怖い、びっくりした。この人がインベーダーかな思ったら、ほんまにびっくりした。ほんまにね、渡辺さんインベーダーでもありましたね。名古屋うち、そうそうそう、裏技でね、みんな知らないと思うんだけど、あの名古屋うちって何だろう。名古屋うちってこう一番下に来てこう打つやつですよね。はいはい、あのね、信長が名古屋、つまり濃尾地方を攻めた時に、あれに近いね攻め方をしたところからそんな名前が来たよ。へえ、俺はあの名古屋の人があれを発明したからっていうふうに言われてるんだけど、実はそうじゃないんですよ。ほー、引き寄せといてって。あ、そうですか。あとあの UFO300 点の方、そうそう、おんやおんやおんやってきてる、あの300点の点を取るにはあれなんか攻略法、あれね、数数えながら最初打ちながら 1,2,3 して打って、ちょうど最初23発目にね打たないと、うん、であとずっと15発目に打たないと、はい、50点とか100点ぐらいしか普通出ないんですよ、うん、それは300点は美味しいんですよね。ですよね、でもそれがまたリバイバルの復活の日になったら、あの球なんかでもね全然違いますね。ピュン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 、あの光線みたいな、俺水芸やってるのかな思うぐらいピューン飛ぶもんね。あれはすごいですね。他にあのゼビウスとかね、ずらーっとゼビウスばっか同じゲームばっかり並んでて、ありました、1日やってたと。あとほら、あの笛法が施行される前だから、24時間ゲームセンターやってたんですよね。あったあった、そうですよね。だからやり始めてね、20時間も30時間もワンコインでやり続けてるよね、はい、で最高ね。もう見かけました、夕方売ってるね人が朝方ヒゲ生えてるっていうのありましたもんね。そんでまあドルアーガの塔とかそういうのはね、あれはね、あの画面で見たらちょっと、うん、あの新しいバージョンの映像がね、立体的で綺麗になってるんですけども、うん、難易度、あれ本当に難しいゲームでね、はい、あれ本当に前ゲームセンター出た時に最後まで解ける人が出てくるのに3、4ヶ月かってね、はい、どこそこ巣鴨あたりのゲームセンターで何十回まで行ったやつがいるとかね今度はね、溝の口でその次の回まで行ったやつがそういう噂をってこう走って行ったりとかね。渡辺さん、どういう人生送っていたんですか？渡辺さん、そういう異常な盛り上がり時期があって、まあその後こういう家庭ゲームでね、あの遊ぶようになったんで。なるほど、やっぱああいう、おいおい、前、あのな、前横切りな、様子見に来てるおばちゃんか、お前。なんや、その格好。お待たせしました。いや、お待たせしましたって、授業サボでどこ行っとったんや。なんと今度ワンダイブに行きました。はい。すごいね、なかなか勉強にもなったし、楽しかったんですよ。はい、うん、ということで、CM の後は私たち2人が行ってきたドルアーガーの塔のレポートです。お楽しみに。そのまんまに喋ります。4つの世界を舞台に大活劇アクションゲーム、スーパー CD ロムロム用ソフト、ドラえもんのび太のドラビアンナイトは5月29日君んちへ。バイハドソン。敵か、なんだ。パイロットは過去最大級の感動と迫力は君の大脳を直撃する。これは演習ではない。ナグザットがその全てをかけて世に送る驚異のドラマチックシューティング、いよいよ PC エンジンに登場だ。トリガンマーク2、山村美沙サスペンス、金銭化京江皿殺人事件もすごい。ラグザップ。じゃーん、ということで私たち2人はワンダーエッグに来てしまいました。ちょっと来ちゃったね。じゃあ私は早速1回止めます。トリ
が真っ先に目をつけたのはフューチャーコロシアム。ゴーカートを使った鬼ごっこなんだけど、他の車に体当たりすると得点がもらえるというストレス解消にはもってこいのアトラクションだ。ゲームセンターでおなじみのコズモギャングを狙い撃ちするコズモバズーカ。20点でぬいぐるみがもらえるんだけど、ヒロはどうかな。9点20いかないとですね、コアラ君もらえないんですよ。すみません。一方サチはラッキーモンキーでぬいぐるみ獲得。物がかかるとほんと強いんだから。これならヒロだって。はい、残念。悔しいなお姉さん。お姉さん悔しいな。悔しいなお姉さんね。網にぶつかってません。木にねぶつかっちゃう。ありがとうございます。いいな。ちょっとやめて。私のでしょ。そうだ。はいはい、お待たせ。ほらこんな買ってきたんだよ。食べて。ゲーム代以外のお金は使わないんじゃない？あんた分かってないね。ゲームしなくても死にはしないけど、食べるもん食べなきゃ死んじゃうんだよ。もうしてあ、そうだそうだ、あっちにね、ドルアーガの塔があんの。行ってくんね。生まれたまんまの人間っていうのもいるの。ドラゴンに守られた、これがドルアーガの塔だ。4人乗りのトロッコに乗ってダンジョンの中の魔物を撃ちまくるこのアトラクション、果たしてうまくクリアできるかな。足りなかったようだね。ゲームとはちょっと雰囲気違いますね。なんか射撃みたいなので、うんうん、的があって、はい、レーザーの、はいはい、それを当てると、うん、倒したって言ってデースがバーって出るんですよ。はいはいはい。1万5千いくとコースが変わるんですよ。あ、行くコースが変わってる。1万5千いくと、はいはい、短いコースで出されちゃうんですよ。ほう、見事私なんかは出されちゃいましたけど、ドルアーガの塔では何もね収穫なしだったんですけど、はい、他にいっぱいゲームがあるんですよ、うん、輪投げとか、はい、いろいろで、それで私は見事、見てくださいよ、ゴリラちゃんを。ほう、そんで、自分はどれ。私はこれは、射撃やったんだけど、見れなかったから、お姉さんがくれたんです、はい。違う、来ちゃった。違いますよ、これ本当は後でじゃあテレビ局の人はわがままですねって言われちゃって、うん、じゃあ後で返してくださいねって言われたのノーも本当に。どうもどうも。私のボールなんだ。どうもや。肝心なな、あのゲームの方ではダメでこれ取ってきたということで、井上はぬいぐるみをパクってきたという。はい、できましたよ。ということで、サオリの2人のリポートでした。はい。今、ジパングに感動の嵐。天外魔境2。極楽が暗黒蘭の根っこが一本だ、お前一人でできるなっていうシーンがあるんですよ。助けに行って、え、マジかよとか、一人でやるのかよとか思いましたよ。興奮、感動、天外魔境2 by ハルさん。 F1 コンストラクターチームロータスの監修協力のもと、トップフォーミュラーの世界が今スーパー CD ロムに展開する。極限のスピードで爆走するマシンが原音を追求したサウンドでさらに加速する。
君はスピードの向こう側に何を見るのか。 F1 サーカススペシャル6月発売。プレゼリバイニチブーツ。まあさっきの授業ではそのドルアーガの塔というのを勉強しましたが、それはなんかイノベと今井だけ2人だけがなんか楽しんでるみたいで、結局なんか結果論としたらイノベがぬいぐるみパクってきたって、それだけのことですか。結果的にはね、なんか2人だけで楽しんで吉田も寂しがってるし、これはもうみんなで遊べるゲームをちょっとやりましょう。そういうみんなで遊べるゲームをちょっと見てください。どうぞ。みんなで遊べるパーティーゲームこそ最大5人プレイまで可能なマルチタップを持つ PC エンジンならではの楽しみだ。そこでボードゲームの決定版スーパー桃太郎電鉄2、日本一の大富豪を目指してスゴロク勝負。ボタン一つで土地を買ったり F1 のスポンサーになったり、太っ腹な気分を手軽に味わえるぞ。忘れちゃいけないアクションゲームの名作ボンバーマン。ボンバーで相手をぶっ飛ばすという過激さが気持ちよくて、 PC エンジン版の5人対戦プレイはやみつきになるぞ。ゲームセンターで大ブームを呼んだクイズゲームカプコンワールドとハテナの大冒険の2本が入った嬉しいタイトルの登場だ。剣や魔法の代わりに魔物と戦う武器となるのは君の頭脳なのだ。果たして君はこの世界を無事に旅することができるかな。カプコンワールドというクイズゲームを今からももこチーム対クレアチームでやるわけですけど、その前にちょっと練習としてアイドル歌手の振り付けをやります。誰の振り付けをやってるか当ててください。それではいきます。少年隊の東、女の子です。山本リンダさん。山本リンダさん。何したの。何ですか。いやらしい。正解はクレアです。誰がやってクレア。こんなんちゃうの。もっと可愛いです。嘘。ほらちょっと3人バッと立て、ちょっと今振り付け決めたやつやってくれ。これ金井勝子やん。こっちだもん。俺ジュディ・ヨングやん。ジュディ・ヨングさんはこういう布をやるんですよ。俺も今の歌詞知らんのか。俺もほんまに。さあ、それでは今からクイズゲームをももこチーム対クレアチームに分かれてやります。制限時間は1分の中でどんだけ正解率があるかということ、正解が出せるかということです、はい、それではいきます。田畑芳雄の愛称はこんなやつやな。こんなやつや。おなんでバタヤ知ってんねん。源氏物語の作者は秋田時でしょ。おー、紫式部。おー、やるやんか。これって全て、全てですか。カードを選んでください。分かった。またあれで2だ。これ違ってたから。悪もん。あ、これで合ってるじゃん。違うです。芸能音楽。修学旅行の途中で遠藤実宅に弟子入りを願ったという星影のワルツの男性歌手は、あの人やな。1、2、1、2、1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 
頑張りましょう。代表者は誰ですか？菊池ですね。クレアには負けないよ。へえ、これはちょっと負けないよ。負けないよ。失礼じゃなくてこっちに直接来ましたけどね。それはもうマジというか。マジですね。それはマジなんです。それではいきます。よーい、スタート。ジェミニといえば1、4、3。俺椅子図かなってちゃうの。聖書にある例えで金持ちが天国に入るのは何が針の穴を通るより難しい。ラクダが針の穴を通るのが難しい。
おー、正解しましたね。お前適当やろ、今の。5、4、3、2、1、0。あのね、君ら全然ダメ。1分間で3問で割られますよ。僕はこれクイズは得意ですからね。じゃあやってくださいよ。君らね、勝負してもしも君ら負けたら罰ゲームやってもらうよ。いいですよ。受けてたゲーム。そう、僕が負けたら僕も罰ゲームやります。その罰ゲームというのは今日収録した分の編集君ら付き合うという。ね。罰ゲーム。用意スタート。今言ってんです。仏教の教えを視覚化したものを何という。こんなん分かるやん、マンダラやん。いや許せないな。許せないな。次なんや、アンパンの母国と言われているのはどこ。アンパンはお前大国長ちゃうの。3番。あ、当たっちゃった。日本だった。アンパンの3問。 NASA の宇宙飛行訓練センターを何という。1、2、3。スペースキャンプやな。いや、どうぞ待ってほしいな。あ、先生10秒。4、3、2、1、終わり。ということで俺正解は4問ということで1問勝ちました。見てみよ、俺頭ええや。お前ら6人編集付き合え。こんばんは、 PC ニュースの時間です。まず最初のニュースは吉田さんに伝えてもらいましょう。吉田さん。はい、吉田です。なぜ私はこんなものを持っているかと言いますと、このソフトを見ていただければ分かると思います。それではどうぞ。あの冒険島シリーズ最新作、高橋名人の新冒険島がいよいよ登場。結婚式を挙げたばかりの可愛いお嫁さんを連れ去られた高橋名人の怒りが爆発。斧や槍、スケートボードまで使って憎い敵を追って追って追いまくるのだ。単純明快なアクションゲームは結構のめり込んじゃうぞ。はい、どうもありがとうございました。物騒なものはあまり人前に出さないようにしてくださいね。続いては武井キャスターに伝えてもらいたいと思います。武井さん、武井さん。いや、入ってんの。武井さん。あ、はい、はい、武井です。子供向けゲームばかりだと思っているお父さん、実はこういうゲームもありますよ。麻雀ゲームでありながら贅沢なアニメーションがたっぷり楽しめる雀帝物語2宇宙探偵ディバン完結編。事件を捜査しながらピンチになったら無敵のスーパーヒーローディバンに変身。悪の秘密結社マリウとの戦いは麻雀で勝負だ。ラウンド1。はい、どうもありがとうございました。あまり夢中になって入れ込まないようにお願いしますね。その一品ドン。言うだけ無駄なようですね。続いては今井さん。はい、今井です。頭がちょっと大きいんですけどね、私のおすすめソフトはこれです。どうぞ。彼女のように歴史上の人物になりきるのがシミュレーションゲームの醍醐味。この対抗期は群雄割拠する16世紀戦国時代真っ只中の日本を舞台に、それぞれ250人もの武将が登場するシナリオが3本も入っているんだ。天下統一の野望を持って自分の国を治め、新たな領土を求めて戦に挑む。そのためにはどんな武将を選んでどんな戦略を立てるのか考えなきゃならないことは山積みだぞ。20人もの制作スタッフがおよそ2年もかけて練り上げたこの対策シミュレーションゲーム、たまにはじっくり腰を落ち着けて君も歴史を変える可能性を追ってみよう。来週は対抗期を使った授業があるので、皆さんしっかり予習してくるように。思いっきりヘアスタイルに違和感があった今井さんでしたね。どうもありがとうございました。続いては桃子のプレゼントコーナーです。今週はアスク講談社より
開口器を10名様に、そしてコアグラフィックス2 PC エンジンデュオをそれぞれ1名様にプレゼント。番組ではクレア桃子と一緒に番組に参加したい人を募集しています。詳しくは雑誌桃子をご覧ください。言わないでお願い、恋しい